前回男物の人へのデジタル教科書に今回の自分の着物のサイズ、人への着物のサイズを入力しましたけれども、実際に、ここの、寸法の記入欄に入力した自分の寸法プラスですね、実際に縫う時にはもう少し細かく寸法を指定する欄があります。今回はそこに自分のサイズを入力していきます。まずこの画面をちょっと下にスクロールして、そしてまた右側にスクロールしていくと、この裾から肩山までの前身頃の身幅寸法というところが見えてきます。ここが見えてきます。これを下にちょっとスクロールすると、丈幅のヘラ、前腰幅のヘラ、前幅のヘラという、寸法が書いてあるところが見えてきます。で、これは最初の初期設定の、ままなので、これを自分のサイズにちょっと直していきます。で、これちょっと上にスクロールすると、私の丈幅が5寸7分で、前腰幅が5寸9分なので、この下の方のですね、丈幅と前腰幅のヘラのところ、この位置をちょっと直します。まず前腰幅がこのままですと6寸5厘なので、私の前腰幅は5寸9分なので、ヘラをそれに5厘加えますので、5寸9分5厘というと、ここが私の前腰幅の寸法になるので、この文字をそこに移します。写すには、切り取って貼り付けをしていきます。まずはこの前腰幅のところですね、前腰幅のヘラのところを、このようにまずは切り取って、で、5寸9分5厘のところに貼り付けます。で、抱き幅のヘラも、私の抱き幅は5寸7分なので、5輪加えて5寸7分5輪なので、この抱き幅のヘラも5寸7分5輪のところに一旦切り取って、このように貼り付けます。で、もう一箇所、この人への着物の前幅のヘラを、記入するところがありますので、そこも直してみます。この裾から肩山までの、前身頃の身幅寸法のところ、ここをクリックすると、そこの欄に飛びます。そうするとこの黄色く、塗りつぶされたところに出ます。これを、ちょっと下方向に行ってから、右方向に行くと、ここにやはり、身幅の前身ごろの、前幅から丈幅までの、寸法表が出てきますので、これも前腰幅が6寸5厘になっているので、これを5寸9分5厘にのところに移します。で、抱き幅も今は5寸8分5厘になっている、これを5寸7分5厘のところに移します。そしてもう一回、元のところに戻ります。この黄色いところをクリックすると、また元のところに戻ります。ここが元のところですね。元のところに戻ります。そして今度は、
前幅を前腰幅までいくつのヘラで、どのぐらいの間隔で、狭くしていくか、また、前腰幅も抱き幅までにどのぐらいの間隔でいくつのヘラで、狭くしていくかということをこう表示している書き込む欄があるので、そちらに移ります。これを少し、この画面を少し右側に持っていくと、ここがその欄ですね。ここにいろいろちょっと書いてありますけれども、裾の裁ち切りの一寸五分上から前腰幅までの長さであるとか、前幅から前腰幅を引いた寸法であるとか、裾の裁ち切りの一寸五分上から前腰幅までに前幅を均等に狭くする幅、そして裾の裁ち切り一寸五分上から前腰幅までにするヘラの数、あと、裾の裁ち切りから前腰幅までに前幅を均等に狭くする間隔、こういうものを入力する欄、この欄が見えてきます。それでこれの右側にその数字がこう入るようになっています。裾の裁ち切りの一寸五分上から前腰幅までの長さが一尺六寸三分で、前幅から前腰幅を引いた寸法が三分で、狭くする間隔が五厘というように最初の初期の設定で計算しているのをちょっと直します。この場合だったら、前幅と前腰幅の、差が3分なので、ヘラの数もやっぱり3にした方が切りがいいのと、あと、3分をヘラ3つで狭くしていくんですから、五輪間隔だとヘラ6つになってしまいますので、ここも直します。まずはこの、5輪ずつではなくて、これは一部ずつ狭くするので、まずここを1に直します。で、一部はセンチに直すと 0.378 センチだから、ここも直します。そうするとその下の数字、最初はここ6でしたけど3になります。ということは、一部ずつだったらヘラ3つで切りがいいというようにここで計算して出ますので、この4という数字、ここもヘラ4つではなくてヘラ3つに直します。そうしますと3つのヘラを、一部ずつ3つのヘラで五寸四分三分三毛の間隔で前幅を前腰幅まで狭くするという数字が、寸法が出てきます。でこれに従って、チクチクパックですから身幅のヘラはしてあるんですけれども、自分でヘラをするとなると、このようにして前幅の印付け、前腰幅までの印付けをします。そして今度は前腰幅から、抱き幅までのところですね、ここに、前腰幅から抱き幅までの長さと、前腰幅から抱き幅を引いた寸法と、前腰幅から抱き幅までに前腰幅を均等に狭くする幅、前腰幅から、抱き幅までするヘラの数、前腰幅から抱き幅までに前腰幅を均等に狭くする間隔、これらを記入する表示されているところが出てきますので、ここの数字もちょっと見てみます。まず、前腰幅から抱き幅までの長さは8寸で、前腰幅から抱き幅を引いた数字寸法は2分で、均等に狭くする幅は1分、最初の設定はですね。でヘラの数は2とありますけれあります。そうしますと、例えばこのままで印をしようとすると、4寸の間隔で
一部ずつ、ヘラ2つで狭くするようになっていますので、これはそれでそのままでいじらずに、これを5輪にすると4つで、これが2寸だからそこまで細かくする必要はないから、これはこのままこの数字を使って、チクチクパックでなければ印をするようになります。今回は、今回縫う男物の着物の縫う順序ですけれども、以前に、チクチクパックの女物の一重の着物を縫う動画をアップしまして、今回もちょっと袖とか多少襟とかですね、男物と女物の違うところはありますけれども、一応この女物のチクチクパックの一重の着物と同じような順序で縫っていこうと思います。まず袖を縫って、奥身の額縁角を作って、身頃を縫って、で身頃ですから背を縫って、上げ縫って、脇を縫って、奥身をつけて、奥身をくけて、裾をくけて、襟をつけるなどというような、今ちょっとスクロールしている、これが女物の一重の着物のチクチクパックを縫った時のまとめなんですけれども、一応この手順に近い形で、男物の自分の浜松シジラの一重の着物を縫っていこうと思います。それでは縫っていこうと思います。まずチクチクパックの箱を開けます。この間縫った女物の一重の着物と同じ順序で縫おうと思っているので、まず袖から縫い始めようと思います。これとこれのこの2枚が、袖になりますので、これのこのお袖から縫うようにします。それのこの左袖からこの左袖から縫い始めようと思います。そして縫い糸は、ファインの手縫い糸のきなり、これはポリエステルの手縫い糸になります。綿アーサーの、高色の反物ですけれども、まあ、洗う洗濯を自宅ですすることを考えると、まあ、縮まないで丈夫な手縫いポリエステルの糸の方がいいかと思い、硬い糸ではなく今回はこのポリエステルの手縫い糸で縫っていこうと思います。それではこれからゆるゆるとだらだらと縫っていこうと思います。まず、小玉さんのチクチクパックはこのように、各場所にこのように袖付けの方の耳には袖付けですとか、袖口の方にはこの袖口ですとか、左袖ですから左袖は上前の袖になりますので、そういうのが分かるようにこのようにクリップでタグが付けてあります。このままだと縫えないのでこれは取っちゃいます。どうも花粉がちょっと飛んでるみたいで、ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれないですけど、まあご容赦ください。で、小玉さんの、チクチクパックは全部中表に畳んでありますので、そうするとこちら側が、裏側になって、こちら側が表側になります。で、あとは、まあ、自分がちょっといつもやってるように、自分は上前の左袖の振り側の縫い代に上前下前と裏側に字を書いて区別しているので、ここは自分流に
上前とここに今ここに上前って自分で分かるように印をしました。で最初に、袖口の折りをします。これここがまあ袖口のヘラで、この糸抜きますから、それが分からなくならないようにチャコで印をしてからこの糸を抜いて折りをしていきます。袖口以外にもやっぱり消えてほしくないヘラはこのように前もって先にチャコで糸印の上を、こっち裏側ですけど、消えない、分からなくならないように先にこうなぞって印をつけて、この糸印のところをチャコでなぞっていきます。そうしてからこの糸印を取っちゃいます。今は、袖口の、袖口掛けの折りをしようと思ってます。先にこのもう折りをする場所決めてありますので、先にこの糸は取っちゃいます。今取ってるのは袖口の掛けの印で、これは口下の縫いの印になります。これももう縫う際には邪魔になるので取っちゃいます。これはあれです、自分は取ってますけど、いつ取るかは自分が縫いやすいタイミングで取ってください。一応チクチクパックは頼みましたけれども、今回は自分のものなので結構自分流にアレンジしようして縫ってしまおうと思ってるんで、早めのうちに印を取っちゃってます。で今袖口の1回目の折りをします。袖口の掛けの太さですけれども、これは特に決まりというものはなくてですね、まあ一般的に細い方が、袖口の掛けの幅が細い方が掛けの幅が違った時に、目立ちますよね。幅が、太ければまあ1ミリぐらいの幅の違いだったらそれほど目立たないんですけれども、これを細くするとその1ミリの幅の差がとても見ようによっては目立ちます。だからまあ腕に自信がある人は細くしてください。あと袖幅が、の限りがあるので、布幅が狭くて袖幅が広いような時にはやはりここであまり縫い代を取ってしまうと袖幅の幅が足りなくなりますので、布幅が狭いので、だからこういう、口下の縫い代はこの今折っている袖口の掛けの幅によって決まりますので、そうするとそういう場合もこの袖口の掛けを細くしたりします。でもまあ一般的に細くした方がなんか夏物なんていうのはすっきりしていいのかなとは思います。で今袖口の折りをしています。これをすることによって口下の縫い代の幅が決まります。だから一番最初にする作業は、自分は袖口掛けの折りになります。で折りをしたら今度は口下の縫い代の印をします。口下は揃えて縫うから、見て縫ってる方にのみ印をします。で今の2回目の折りの
どのぐらいでしょうかね、2輪ぐらい浅いところを縫うようにしていきます。今回はフリクションペンで印をしようと思います。だいたい今の口下の縫い代の幅は1分8輪ぐらいになっています。児玉さんのチクチクパックだったらもうここにさっき縫いた糸印がしてありますので、その通りに縫ってください。これは自分のものなので、自分勝手に寸法を変えてます。で、こういう裂き織りの、これも縦縞とはいえ縦縞っぽく見えないですけど、この縦の縞は縦糸が染まったものなので、基本的に同じ幅であるなら同じ縦糸の上を縫えばこの縞が通った状態で出来上がりますので、今も口下の印はこの縦縞を通るようにして印をしています。1.8で、男物はこの最初に縫うの、女物は最初にですね、縫うのは袖下のここのタコ縫い、袋縫いを、ですね、なんだっけな、外表、裏と裏を合わせて縫うんですけれども、男物の袖は最初に人形を縫います。あと先ほどですね、寸法の記入欄のところに反物幅を入力し忘れてました。今この袖も別に布幅、反物幅、切り反物幅を裁断の時切り落としていないので、今測ってみますと一尺9分あります。この浜松しじらの反毛の幅は1尺9分になりますので、その数字を寸法の記入欄のところに記入します。こちらのこの反毛の幅、ここのところ今1尺5分の初期値になってますけど、これを1尺9分に変えます。このようにセルを合わせて109と。で、先ほどちょっと換算しといたんですけれども、これをセンチに直すと41.202センチですから、それもセンチの方も直しておきます。あとですね、先ほどしたこの袖口の1回目の口付けの折り幅が8輪で、2回目の折り幅がだいたい9輪ぐらい、1分から9輪ぐらい、9輪にしときましょうか。細い方が、私は仕事がうまいのという、うまいですという自慢ができるので、最初の折りが8輪で、次の2回目の折りが9輪にします。それでその口掛け幅を、Excel の裁断図に入力するところがありますので、そこに数字を入れます。その口下の縫い代を入力するところは、この最初の、画面、男物の一重の浴衣、着物のところ、ここですね。ここからずっと下に行って、だいたいセルの番号が500番台ぐらいだと思うんですけれど、そこに記入欄があります。ずーっと下にしていくと、ここですね、ここが口掛けの、縫い代の記入欄になって、まず最初の1回目の口掛けの縫い代、これが8輪だから0.8になります。8輪は1分1の位が1分の単位です、位ですから、輪はそれより1つ10分の1なので、小数点1桁のところ0.8と入力して、センチの方がこれ換算のを使うと、
8輪は0.3024になりますので、それを入れます。0.3024。そして、出来上がりの口付け幅が9輪だから 0.9 で、あ、クブじゃないです、 0.9 です、 0.9。 それで、これをクジラに換算すると 0.9 は 0.3402、 0.3402 ですね。0.3402、このように入力し直します。そして、これから、人形を縫いますので、この寸法表にこのイラスト、袖の縫う位置をこう表したこのイラストに表示されている、数字通り、寸法通りに縫っていきたいと思います。だから、まずこの赤い点線、ここが口下の縫いに なって、そこを起点に、袖幅のヘラをします。だから着せ分が口下と人形両方合わせて、この場合は7輪と計算していますので、私の袖幅が9寸2分なので、それに7輪足して、この赤い印、この縫い目のところ、口下の縫い目のところ印から9寸2分7輪と人形のヘラをしたいと思います。で、耳からと考えると、両方の縫い代が、袖口の縫い代ですね、口付けの縫い代と出来上がりの口付け幅、この両方の縫い代の合計を、印をします。だからちょっと今計算してみますと、例えばこういうふうに適当なところにセルをこうコピーで貼り付けて、どこにしようかな、ここにしようかな、あ、ここにも出てますね、ここに出てます、出てます、そんなことしなくても出てます。耳から測った袖幅のヘラは、92.7 プラス1分7輪だから9寸4分2輪、これちょっと邪魔だから、切り取ってもう一回貼り付ければ消えると思いますんで、よいしょ、ここですね、耳から測った袖幅のヘラ、これをこれから印をします。あ、映ってなかったですね、よいしょ、これが口下のこの赤い縫い目から測った袖幅のヘラで、耳から測ったこの耳のところですね、測った袖幅のヘラが9寸4分2輪になります。これからこのヘラをします。まず人形のところですね、口下の口下の縫い目の印からは9寸2分7輪、どうも花粉で、風邪じゃないと思うんですけどね、ムズムズします。これ今人形のこちら側が後ろ袖側になりますね。
次は前袖側の人形。これは口下の印してませんので、口下の縫い目の印してませんので、耳からの寸法だから9寸4分2厘耳から測ってそこに印をします。フリクションペンが完全に消えるかといえばその辺は怪しいんですけども、まあ自分のものなのでアイロンかければ熱で消えるので、今回はフリクションペンを使って縫っちゃおうと思ってます。でどうしようかな。縫う前に一応コテベラで袖丈の印もしときます。で、こっちもこっちは後ろ袖側ですね。後ろ袖側にもこの袖丈の印をコテベラでしちゃいます。ついでに、袋縫いのヘラもしてみます。次に、今後ろ袖ですけど、これを返してよいしょと、今度は袋縫い、タコ縫いの印をします。こっち今後ろ袖です。でこの裁ち切りですね、袖丈のヘラから裁ち切りまでのだいたい縫い代分を一部取れればいいですから、この場合だったら一寸じゃ危ないな、クブゴリンかな、一寸だとギリギリのところがあるなでもいいか、一寸で後ろ袖のタコ縫い袋縫いの縫い代のところに印をします。この袖丈の縫い代から一寸のところに印をしていきます。で一寸、あ、いいのか、一寸とにかくこうやって印をしていきます。ここ袖幅のところまで、次は前袖の方前袖の方はクブにします。後ろ袖よりもこの、袖下の縫い代の幅を、一部少なくします。今丸み袖口下方向にかけて印してます。でここが袖幅の印なんですけど、ここから、ここは後ろ袖と同じ幅にします。だからここは一寸、それでだいたい今の袖幅から一寸ぐらい下がったところ、下がったところというか口下側に行ったところで、前袖の後ろ袖の縫い代より一部狭い、クブにして、あとはそのクブのところをこうやって線を引いていきます。袋縫いのタコ縫いの縫い目の印をつけていきます。もう一度説明すると、ここが袖幅で、この袖幅から一寸4センチ口下側に行ったところで、前袖の
後ろ袖よりも一部少ない後ろ袖のこの間の縫い代が一寸ですから、それより一部少ない区分にして、袖付けのところは後ろ袖と同じ一寸の縫い代にして、縫い代のところに印をして、そこに、タコ縫い袋縫いの縫い目の印をつけていきます。そして次に、人形を縫うようになります。糸はこのアイロンのトモの上でこうやって固定でこうなぞらせると絡みにくくなるような気がします。女物のチクチクパックの着物の縫ってるところを撮影した時は、アングルも良くなるようにこう気をつけたんですけれども、なんせ撮影してんのと縫ってるのが同じ本人なので、縫ってる時にはモニターを見ていないので見ることができないので、今回は多分ひどいアングルになるとは思うんですけれども、きちんとというか、もっと、いい角度で、見たいと、縫うところを見たいというか習いたい方は教室に来てください。今回は何でしょう、映像的な、映像付きのブログの記事みたいな感覚でとりあえず縫ってみようと思っているので、あと自分のものなので、チクチクパックにこだわらずに好き勝手に自分が作りたいような、寸法ですとか、頼んでおきながらそういうことをやるのはひどいかもしれないんですけど、まあ一応自分のものなのでそんな感覚で縫っていきたいと思ってます。今人形の釣り合い見てます。ほんと数ミリ単位の釣り合いなので、多少だってしたら印をずらして平らにした方が、あんまり釣り合いが違うなと思ったら測った方がいいと思います。それではこれから人形を縫います。ここが一番多分違うとこだと思うんですよね。女物の振り付きの普通の49センチ一尺三寸の付け口が23センチ6センチあたりの袖は、袖下の袋縫い、タコ縫いを最初に縫うんですけれども、男物の場合には僕はこの人形から縫った方が縫い代の始末がきれいに出来上がると思っているので、人形から先に縫っています。針目はまあ普通の針目でいいと思います。久しぶりなんでちょっと慎重に縫います。待ち針の近くに来たら自分はこうやって待ち針を立てます。ちょっとアングルが悪いですね。これが分かんないんですよね。縫い目を見てるから、もうちょっとこっちですかね。で、もうちょっと上こうかな、こんなあたりですかね。ピントは合ってますよね。今眼鏡取ってるんでちょっと多分合ってると思うんですけども、自分から見てモニターがぼやけているので、これでまた外れましたね。多分映ってないところも結構出てきますね、こんな感じだと。もう少し引きますか。ですね、あんまりやってると縫うの嫌になってきます。縫ってんのかカメラを気にしてるのか、
最近YouTube に動画を上げてる和裁士さん結構いらっしゃるんですよ。で、やっぱり負けますよね。女性の方が綺麗ですしね。中にはね、綺麗に指のお手入れというかネイルというかされてる方もいるし、絶対そっち見ますもん。こんなね、ごつい指の、しかもこんな格好を見たらね、まあ普通選ばないですよね。内容が同じだったら。あと早いんですよね、運針がチクチクと。こんなね、たどたどしいのはいけませんよ、本当に。いけないんだけど。できないんだからしょうがないと。まあこういう、なんていうんですかね、縦じまはやっぱりしま、これを通す感覚で縫った方がいいと思います。また外れた。で、まだこれ切らないです。この糸切らないで返し針程度にしておきます。切りませんよ、まだ続きがあるので。なんか縫ったら切る、縫ったら切るっていうのが習慣になるんですけどね。でも玉留めはね、できるだけない方がほつれにくいですから。ここはね、まだ続いて縫うんですよ。だから玉留め作らずに返し針程度にしておきます。一旦ここで、これでまず人形が縫い終わり、人形の1回目の縫い目が縫い終わりました。それで人形の縫いの続きですけど、今ここで縫い止めました。で、こちらの線、このこちらのこの線、この線、この線というかこの縫い目、これが今縫った人形の縫い目で、ここの袖付けから1寸4センチ袖下側に行ったところまでで、この縫い目から一部約4ミリ、こちら袖、振り側というか袖付け側に行ったところにもう一本線を引きます。ここからは三角に斜めになっていって、ここはちょうど袖付けのところは縫い目と重なる位置から徐々に一寸の間でこの差を4分つけて、こっから下は、4分じゃないや、一部差をつけて、一部差をつけて、4ミリ差をつけて、こっから、袖下までは同じ平行に、この縫い目から一部袖付け側に行ったところに平行にこの線を引っ張って、ここは斜めで、こっからは平行に、ここをもう一回今、切らないでおいた糸でそのまま縫います。もう一回縫います。なかなか進まないからもうちょっと飽きてきました。アングルがね、やっぱり難しいんですよね。なんかマイクもね、あんまり調子良くないというか、なんかね、じじいが縫ってるせいかじい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 落としてますけど。いつになったら出来上がるんですかね。上野先生にいたら張り倒されますね、これね。なんぼなんでも時間かかりすぎだと。
ですよね。早い人は朝始めてね、もうお昼には終わっちゃいますからね、浴衣なんていうのはね。なんてっていうのは失礼ですけど、でもあんまり早く縫うからあれ多分工賃安いんですよ。あれ1年かけりゃね400万ぐらいもらえるのに。大体本当に弱み握ってると思うんですよね、仕立て屋さんはね。裸で歩いたら街捕まるんだから、なんか生地をね、布を体に巻きつけなかったら犯罪になるんだから、服なしで生きていける人っていうかね、生活できる人いないのにね、買い叩かれてかわいそうに。もう少し人の弱みにつけ込めばいいんですよね。で、これ2度目縫いました。まだ切らないです。まだこの糸取っておきます。これからなんていうんですかね、折り縫いというか隠しを入れます。一旦ここで固定を当てます。ちょっと一旦止めて、またカメラのアングル探します。そしたら固定当てます。難しいことを言う、難しいというか厳密に言うと、この袖幅の人形の縫い代は前袖方向に倒します。だからこの場合だったら、立ち切り右側に持ってきて、これ中表に合ってますから中表に合わせておいて、表と表合わせて縫うんだから、ただ立ち切りを右側に持ってきて、手前に5輪2ミリの規制をかけて、まずこうやって最初に縫った袖幅の人形の縫いのところに固定を当てます。そしたら開いて平ごてを当てて、そして2度目の縫い目のところ規制をかけないように、今度はこっちが前袖方向に畳んでるから、この後ろ袖の縫い代は人形のこれ後ろ袖なんですよ。これを後ろ袖方向に、ここ縫い目ですね、縫い目に規制かけないようにして倒します。でこれから隠しを入れます。一旦またアングルのために止めます。それでこういう、ここ今縫い目ですね、縫い目側の最初の縫い目のもうほんと重なるぐらいすぐ上、ここに隠し入れていきます。いくつか隠し入れたらお見せします。隠しの間隔は3分1センチ間隔です。なんかクジラ尺じゃなくて和裁をセンチでこうやろうとしてる人がたくさんというか、それが当たり前なんですけど、ゴルフを凝った人はヤードで測るじゃないですか。だからやっぱりね、元々の単位でやった方がかっこいいと思いませんか。そっちの方が2っぽく見えるじゃないですか。だからクジラ尺の方がかっこいいと思うんですけど、こんな風ですね。わかりますか。これが最初の縫い目です。縫い目のちょっと上、糸1本分ぐらいの上を、表側がこうです。隠すように針目を出すから隠しと言います。これ大きかったら隠しじゃなくてただの並縫いになります。これで後ろ袖側にこの折った人形の縫い代が再びこっちに来ないように固定させるための縫いになります。洗濯するんですからこういうの大事です。これを最初の袖付けのところまで入れます。
4時になりました。これ最後までやんなくてもこの辺は4ミリ一部の差があるじゃないですか。ここが1回目の縫い目と2回目の縫い目で、人形の袖付けのここ袖付けですけど、ここは差がないわけですから、だから差がないところはもうそのままでいいから、だいたい3分ぐらい手前でこの隠しをやめて、でやめてというか隠しはここまで入れればいいです。でここで玉留めを作って、まあ抜けないようにするには一回返し針をして玉留めをして止めます。ちょっとアップだとできないので離したところでその作業をします。もうここまでで差がなくなっているから1センチ手前までで隠しは打ちやめます。で、縫い目の差がなくなってくるところは少し細かめに間隔を細かめの間隔で隠しを入れていきます。細かいですよね。こっちここが終わりです。で見えるかな、ここのが細かいじゃないですか。これも差がないからです。こっちの方は3分ぐらいの間隔で、ここはもう2分ぐらいになって、もここが止めですけど、この差がないから、袖付け、ここが袖付けで差がないから、もう3分ぐらい手前で返し針して止めます。で返し針して止めます。今玉留め作ってます。玉留めはもう皆さん好きなようにしてください。止まっていればいいです。で切ります。次はこのタコ縫い、袋縫いのところ、袖下のタコ縫いのところのこの人形の縫い代を、縫い代の中ですね、縫い代の中ですよ、そこを、まず袋縫い、タコ縫いする前に、縫い代を表袖というか縫い代じゃないところに縫い付けていきます。なぜかタコ縫いって言うんですよね。よっぽど魚介類が好きなのか知らないですけど、イカ縫いはないんですけどね。あ、でもイカの頭っていうか、上野さん魚好きだったのかもしれないですね。今袋縫い、タコ縫いのところの縫い代のところに、袖幅の人形の縫い代を縫い付けます。この方がここまたどうせ縫いますから、この縫い代がひらひら動いてない方が縫いやすいですから、ここを縫い押さえます。ゾビ糸なんかでもやってましたけど、まあこれポリの糸で安いですから、もうポリの糸そのまま全部ポリの糸で押さえます。でここが押さえ終わったら、今度は袖、丈のヘラのところ、ここの縫い代も押さえちゃいます。これは縫い終わった後に取っちゃいますんでね。この間の釣り合い、このなんていうの、この袖下のこの縫い代のこの釣り合いがこの縫い代の釣り合いがおかしくないように、こう下に置いてこうやって平らに押さえてしまえば、ここ狂いようがないですから楽じゃないかなと思います。糸はどこ、針はどこだと、よくこういう押さえで真ん中の間、縫い込みの間のところはしっかり押さえていて、端がグズグズの
グズグズに押さえる人がいるんですけど、これ端の方が大事ですから、縫い込みがなくなるところの方がしっかり、ところをしっかり押さえてないと押さえる意味がほとんどないです。前撮った時にはもう少しこういうところはなんかすごく何て言うんですかね、作業が流れてないようで下手くそに見えるんで飛ばしてたんですけど、もう今回なんかはあんまり編集するのも苦痛ですし面倒くさいんで、もういいです、下手に見えても。もともとそんなうまくないですから、もう居直って。ここがヘラかな。印をしちゃいます。どっちだどっちだ、裏と裏を合わせて縫うんだから、袋縫いは表側に印を、見えるかな、見えるからこの辺はいいか。今日は生徒さんも誰もいないんで、もう好き放題独り言を言って縫ってます。ここだな、よいしょ。やっぱり縫ってるうちにね、印が薄くなるんですよね。これ袖下の縫いですね。さっき通しべらしましたけど、ここはあの縫い代のところ逆側についているからちょっと見づらいんで、ここだけ追加で印します。でこの状態で今度はこっち裏ですね、裏と裏合わせて袋縫いします。上野さん流に言うとタコ縫いです。よくこの丸みのところ、こっちこっち、あこっちこっち、こっちって分かんないですね、こっち、あこっちだ、こっち、ここが丸みなんですけど、ここを外して開いた方が丸みのひだを取った時に当たりにならないということで開く方が一般的かもしれないですけど、洗濯を考えるとほつれるんで、で東屋さんの放送を見ていたら、東屋テレビジョン東屋さんの放送を見ていたら、普段着物特に綿とか浴衣あたりはハンガーにかけてるそうなんですよ。見せていただきましたけど、あの東屋着物広場所テレビジョンで、でなんで当たりがないように開くかって言ったら、畳んで重ねとくというふうに教わったんですけど、ハンガーにかけるんならいいだろうと。それよりは洗った時にボロボロこの裁ち目がほころびてこない方がというふうに勝手に考えて、今は自分はこの袋縫いは端から端まで縫っちゃってます。丸みのあたりはどうでもよくはないんですけど、よくはないんだけど、重ねて畳まないんだが、タンスに入れないんだから、厚ぼったいよりはボロボロが出ない方がいいかなと思ってます。でもそうでないと思いの方は別に形に差し障りがあるわけではないので、好きなように縫ってください。今日どこまで縫えるんですかね。これから編集して、
これをですね、YouTube に上げるために、何でしたっけ、拡張子、WMV でしたっけ、動画の記録形式にも MPEG とか WMV なんか下噛みそうなのがいっぱいあるんですよ。で、それを変換しないと動画の保存方式をなんか変えないといけないんですって。だから結構時間食うんですよね。ここまではね、なんとかちょっとまた引いた方がいいですかね。よいしょ。これ以上なんない？これ以上引けないそうです。じゃあちょっと角度を。よいしょ。よいしょ。こんなもん。ぼやけてないですかね。ちょっとメガネかけて。あ、ピント合ってますね。もうイナゴって適当に撮るように決めました。長いと感じた方は早送りしてください。本当に他の和妻さん結構綺麗な動画撮ってんですよね。まあ、チクチクパックですと今の印したところにも全部糸印があるので、わざわざ自分がしたような印をしなくても本当に縫えますので楽だと思います。ただ本当にじゃないですね、何と言っていいんでしょうかね、自分で、こう縫えるようになるための、勉強という形で、バッグを利用するんだったら、そうですね、こう自分が今縫っている場所がどこなのかというとか、印がなんでこの印がついている、例えば、身幅について言えばほとんど基礎分というものを、身幅に加えて縫ってますし、 あとあんまり長く糸ためない方がいいと思います。適当なところで、適当、そうですね、10センチから15センチぐらいいったところで糸を縫いた方が、糸が縫い目が縫い目の糸がつれるっていうんですけど、つれたり変に緩んだりしないので、あと必ずこうやって糸が通ってる位置を抜いたと同時にこうやってずらした方がいいと思います。同じとこが当たってるとここが痛むので、でこうやって送り待ち針という形で、最初から全部の待ち針をするんじゃなくて、待ち針を抜いてはまた次の縫う位置まで、縫うのにこう生地を縫い押さえたい位置までその待ち針をずらして打っていった方がいいと思います。
待ち針の近くに来たらこうやって待ち針を自分は立てるようにしています。そろそろ人形の縫い代のところに来ます。厚いところほど針目が流れずに細かく縫えた方が出来上がりがきれいになります。だから運針でなかなか細かく縫うのが難しいと思ったらこのように1回ごとに抜き刺しで縫えば結構細かく縫えます。今ここが人形のところですね。人形のところになってます。でここで、頭止めが表に飛び出ないようにしっかりとこう止まるようにして縫い止めます。だいたい縫い始めと縫い終わりが縫い終わりで、糸が絡まったり縫い目が曲がったりするのでその辺はちょっと緊張してやった方がいいと思います。こういうところも結構しくじって変なところで切っちゃったりもするんで縫い始めと縫い終わりは少し緊張した方がいいと思います。それで今の縫い終わったところを、これも前袖側ですね、前袖側に縫い代を倒します。そうしましたらこの袋縫いの縫い代はこっちのこの縫い代が飛び出てますよね。こっちが飛び出てる方のが前袖ですから前袖側に、五輪ですね、2ミリの規制をかけて今のタコ縫いのところにこう固定を当てていきます。手を当てたら開くところまででいいんですけど平ごても当てちゃいます。それでこれをひっくり返します。こうやって端のところがなかなか角のところがひっくり返りにくいからここをしっかり持ってここを重点的にこうやってちょっとほつれが出てたらそれをちょっとこう切っておいてからこの間にここにギュッと指を入れて。繰り返します。生地を傷めないように針などで
人形の角がしっかり袖口のところに待ち針、袖口ですね、袖口のところに待ち針を打って、ここの耳を揃えて、ここで口下の縫い代を確認します。縫い代じゃない、釣り合いですね、釣り合い確認します。そして、玉止めが出ないように、一旦玉留めを縫い代の中に押し込んでから袖下を縫うようにします。厚ぼったいところをこうやって抜き刺しにして、厚いところほど細かい針目というか、しっかりした流れない針目で縫い目が流れないように縫う必要があるので、流れると思ったら抜き刺しにして、しっかり糸がかかるようにします。
そして、人形の方から、袖下を縫って袖の丸みのところを経由して口下のヘラまで縫って、で糸が足りるようだったらそのまま袖口のくけをします。これは手前に見てる方が、上前、左の袖は後ろ袖になるので、と肩返しにした時に、まあ、男もはまずないんですけど、見えないんですけど、こういうなんていうのかな、規制をかけて倒れ込む方というか、見える方は出来上がれば分かるんですけどね、針目が揃ってた方が綺麗なので、綿麻だから糸が細い、糸が太いので絹物ほどはね、際立った差にはしないですけど、まあ出来上がって縫い代を倒して針目が見える方の縫い代の方は針目をこう揃えて縫います。縫いますじゃなくて、そっちの方が上手に見えます。ただし、なんていうんですかね、上布みたいな糸一本一本が細いと、そういうふうにあんまり細かい針目にしてしまうと、折り目一本分ぐらいしか糸がかからずに、それだとちょっとすくいが少なすぎるので、どうしても2、3本、最低でも2、3本は針目の間に折り目が来なければいけませんから、この結局2、3本しかすくってないんですけど、表から見える針目は大きく見えてしまいます。しまうっていうふうに聞いてます。聞いてるし実際そうだと思います。だから上布仕立てなるものはもう一回この折り返しをつけることによって、縫い代を折り返しつけることによってこの縫い代を隠すんだそうです。15センチぐらい縫ったら糸を抜きます。で、そろそろ丸みの型を描きます。で、丸みの最初からこの印をしてもいいですし、丸みの手前まで来たらこうやって型紙を当てて、この場合5分、2センチの丸みですけど、半径が5分の丸みですけど、こうやって丸みの印をつけます。
それでここ袖下からぐーっと丸みの形描いて、口下でこの袖口の止まりのところまで縫います。もうちょっと上かな、ここかな。でもうちょっとこっち、こんな感じですかね。なんせ縫い目を見てるんで、モニターの方見てないんで、時々はチェック入れるんですけど、どうもアングルというか映ってるところが怪しいです。ちなみに上野先生のところでは、このゴム丸みのところをこうやって形を描くと怒られました。そういうのは勘でやるんだし、勘でやるんだと。実際勘で描いちゃうんですよね、丸みをね。言い訳するわけじゃないですけど、できないからといって教室で生徒さんを、叱りつけると多分生活的に困窮すると思うので、こういうね、細かく待ち針を打つと電信柱みたいな待ち針を打ち上がってと言って怒られました。でもまあ最近は地中化なんで、多分この比喩はこれからの和再生にはあまり効かないと思います。電信柱全部地中化に、地面地べたに埋めちゃうと、うちの近所なんかはあれなんですよ、電柱の看板を、電柱に看板つけちゃいけないんですよ、条例で。住宅地だから景観を損なうとかね、なんかそういう理屈らしいんですけれど、おかげで最近道に迷います。昔あれ地盤がついてた、地盤がついてたし、あの看板結構目印になったんですよね、本当に。
本当にじゃないんですけど、愚痴なんですけど、いや、うちまでバス停から来るときにやっぱり分かりづらいんでつけようと思ったら、かろうじて2箇所はその指定地域から外れてたんですけど、つけられないんですよ。歯医者さんのはいいらしいんですけどね、和裁教室はダメなんだそうですよ。なんでああ言ってなんでしょうね、こう商売ってものを目の敵にするんですかね、店がなきゃ困るくせに。だからあれですもん、この辺墓地も多いし、でまあ最近若いね、あの世代の人たちが結構安く手頃な値段で住宅を建てられるので、さいたま市は人が入ってますけどね、そうやってなんて言ってすぐ住宅地域と商業地域と商業地域やたら分けたがるんですよ。だから住宅地域の方がね、あれですもん、高齢化してベッドタウンになるじゃないですか。ベッドタウンって言って、で30坪ぐらいの土地だから2世帯建てられないじゃないですか。そうすると子供は子供でね、大学とかなんか卒業したってどこに住むかは勤務地で決まるじゃないですか。下手すれば大学だって通えない大学だったらそこに下宿なりアパート借りて住むわけじゃないですか。で戻ってこないですよ、よっぽど運が良くなきゃ。それに30坪ですから自体無理でしょ。で何のことはない、おじいさんおばあさんばっかりになって、いつまでも おじいさんおばあさんばっかりのままでいらんないから空き家になるでしょ。そうするとベッドタウンがゴーストタウンになるじゃないですか。田舎だからこの辺墓多いし、本当に。でも人が入ってきてるから今のところベッドタウンなんですけど、なんであってやったら分けたがんですかね。いいじゃないですか、ごっちゃだって気にしなきゃいいんですよ、騒音なんて。というとまあ燃え上がりそうなんでこの辺にしておきますけど、私結構騒音に強いんですよ。踏切の近くの母親の実家でも結構グーグー寝てましたし。でここ口下ですね、一旦編集があるんで、ここからまたこれ糸が十分残ってるんで袖口をかけようと思います。その前にここで、自分はここ結構あれですよね、最近の住宅って着物の敵がいっぱいいるじゃないですか、ドアノブとかそういうところに引っ掛けたりもするから、まあただの買い縛りよりはこういうように女物の時にも紹介してましたけど、横に糸を 3,4 回渡しておけばそれが補強になるので、自分はここで一旦かんぬきとも言えないような補強ですけど、こうやって横に糸をかけて一旦ここで補強しておきます。それでこの糸を切らずにそのままこの糸で袖口をかけるようにしています。 3,4 回かけたら縫い側に戻してこの糸でまた袖口をかけるようにします。こんな感じで、人形の方からずっと縫って丸み経由して口下ここまで縫います。それで、人形をここを先に縫うからここの角にこう立ち目が出ないで全部縫い込むことができますよね。ここを縫ってからここを縫うから、ここを縫って人形を縫って袋のようにして、でしかもこれちょっとここ見返しが見えますよね、これこっち側に倒れるんですよ。男もんだからほとんど意味ないんですけど、そうすると
この上っ面と見た時に縫い目が見えないじゃないですか。こっちだとこうだとここに縫い目がついてるなって分かりますよね。どうでもいいんですけど、どうでもいいんですけど、まあちょっとした何でしょう、先生のところで教わったそのまんまなんですけど、だからここの後ろ袖の後ろ袖、こっち後ろ袖なんですけど、ここの幅を、幅よりも前袖の幅を4ミリ狭くするのはそういうことです。ここの幅が狭ければ表側がこう被ってきます。表じゃない、後ろ側が被ってくるんで、ここにこういう見返しが見えます。で、ここをここの縫い代を押さえた糸は隠れちゃってますけど、ここのこの糸ね、この糸はもう今の段階で取っても大丈夫です。というか取らないと取り忘れます。この時に結構余計な糸をすくうんですよね。よいしょ、こうやって取っておきます。で、これからちょっとここで一旦、今回は、動画の編集入るんで一旦ここで動画止めます。次回は、次回というか今日できるかもしれないんですけど、知れないんですけど、ここの袖口のヘラのところからぐるーっとここの袖口のところを三つ折りぐけします。ここの細かいことについては女物の方に上がってますんで、そちらを見てください。一旦止めます。